今日はスクール生のヒーローインタビューをさせていただきます。学年とじゃあ名前をお願いします。大宮パーク6年の藤本蘭志郎です。スクール歴は何年やってますか？今年で5年目です。JBS に入って良かったこととか変わったことは何かありますか？バッティングだけではなくピッチングなど、相談したら、優しく教えてくれたので勉強になりました。試合の時の場面の対処法などを教えてもらいました。では、具体的に試合で活躍したなんかストーリーとかエピソードがあれば教えてください。全国を決める大会でホームランを放ち、打点を多く奪えたことです。藤本君の将来の夢を教えてください。プロ野球選手です。はい、どのような選手になりたいですか？キャッチャーで一番多く盗塁を刺し、バッターでも多く安打を打てるようにしたいです。JBS のコーチはどう思いますか？優しく接してくれて、いつでも相談ができると思いました。藤本蘭志郎君にヒーローインタビューさせていただきました。藤本君、ありがとうございました。一緒に JBS に入っていませんと僕で目指せホームラン50本をやっています。はい、何年生からやってますか？3年生からやってます。今44本まで来て残り6本なので6年生までに僅か50本を打つように頑張ります。素晴らしいですね。じゃあそれも頑張ってやっていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。